航海士の彼と遠距離恋愛中です。付き合って半年、大好きでほぼ理想通りの人、結婚したいです。相性いかがでしょうか、ということなんですけれども。はい、ありがとうございます。電話、つながってますでしょうか。もしもし。はい、もしもし、こんばんは。どうもこんばんは、まいまいさん。ゲッターズイダです。よろしくお願いします。では、今から占いますんで、少々お待ちください。ありがとうございます。はい、じゃあ、飯田さんが占っている間に、いろいろと教えてくださいね。この大好きだという彼、はい、お聞きの方も想像できるように、はい、どんなタイプの彼なんですか？温厚で、顔が濃くって。顔が濃い。誰に似てるとかありますか？本人は、あだ名がケイン小杉さん。ああ、イメージできましたよ。私は桐谷健太さんに似てると思ってるんですけど。ああ、桐谷健太さんも。ああ、まあでもちょっと濃いですね。確かに濃いですね。濃いですね。では、温厚な彼。はい。航海士さんっていうのは具体的にはどんなお仕事をされてるんですか？はい、エネルギーとか、あと車とか木材とか、貨物？うん。物を運んでますね、主に。あ、となると、一度航海に出られると、はい。結構長いこと戻っていらっしゃらないことも。大体半年ですね。半年？はい。そうですか。行って帰ってくるのに半年かかるんですか？そうですね。一回出て、はい。一回、そう、西に回って、なんか東南アジアとか、ヨーロッパとかアメリカ行って、また今こっちに戻っている途中で。あ、今の感じで。そうですか。はい。これ本当、遠距離恋愛で悩んでる人に、この話を聞かせたら、うん、上には上がいると思うんですよね。そうですね。あと会えないですもんね。そうなんです。そうですよね。そうなんです。ちなみに、出会いは何だったんですか？出会いがマッチングアプリです。お、へぇ。そんなに後悔してるのにマッチングアプリやる時間あるんですか？確かに。どうやってやってる？どうやってやる？たまたま日本に来た時にマッチングアプリを彼がやってたってことですか？そうですね。一回戻る、日本に戻ると、だいたい3、4ヶ月まるまる休みなんですね。あ、またすごい仕事ですね。はい。ああ、そっか、その分一気に休みを取ってって時に出会えたってことなんですね。はい、で、そのタイミングでもう運命と思える出会いがあったわけですね。はい、運命だと思います。結婚したいですということなんですが、差し支えなければ、お二人のお年を伺ってもいいですか？はい、彼が、今年36歳で、はい、私が、38です。なるほど。さあ、では、では、はい。占いました。占いまして、はい。まいまいさん自体が、もともと品格と丁寧なタイプなんですが、はい。ちょっと刺激ある人がそもそも好きなので、はい。意外とこの、まあ、寂しがる割にはこの環境が多分悪いと取らないタイプなので。はい。いいと思います。で、彼がですね。はい。もう根っから変わり者なので。不思議な人ですよね。そうです、はい。で、話ほぼ聞かないと思うので。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい。男性の割にはおしゃべりなので一言多いところあると思いますが。はい、はい。いい、はい、はい。ありがとうございます。で、相性自体が友達の延長の声が出てて、うん。彼が、彼じゃもうお仕事もそうですけど、これで別に文句はないんだったらいいよみたいなタイプなので、うん。そのまま押し切るんでしたら、今2年ですか、この年末、そう。そういうと2024年になりますが、今年の年末に一個話を進めていくと、はい、より、いい方向です。ただ彼結婚願望もともとないので、結婚したいって気持ちはそもそもないと思います。なので全部マイマイさんが引っ張っていくしかないです。ちょっとマイマイさん段取りと計算が苦手なので、はい。じゃあ、いつまでこうしようっていうのはあんま得意ではないと思いますので、はい。できれば今年の12月か明けて1月ぐらい、彼日本にいますかね？いないですか？帰ってきます。あ、いるんですか？じゃあ、その時に話をするといいです。はい、私、この環境、意外と好きだよって、面白いと思うから、じゃあ結婚しようよって言ったら、そうなのってなると思います。彼に届きやすいアプローチ方法ってありますか？彼、でも、天の弱なので、はい、そんなことって、ちょっと一見ひるむと思うんで、もう逆にしてみるみたいな、意味わからず逆に言ってた方がいいです。逆ってどういうことだろうみたいな。じゃあ、いいのかなみたいな感じになると思います。ぜひぜひ、ここ頑張ってみてください。はい。
よろしいでしょうか。はい。はい。なんか意外と ね、タイミング的にはもうすぐというところまで来てますけど、うん、ここ逃しちゃうと2年空いちゃう、2024年になっちゃいますんで。そうすると、その2年間付き合ってる可能性ありますかね。2年間付き合って、彼はその環境がもういいと思ってるので、特に何も考えてないと思うので、まいまいさんがこれでいいと思えば、はぁ。ずっと行くと思います。はい。なるほど。まあでもなんか年末チャンスありますから、押し切りましょう。なんかもやもやします。大丈夫ですか？いや、なんか向こうは一応生涯のパートナーを見つけたいっていう感じで。出会ったんですか？まあ、そう、アプリに登録したっていう話なんですね。はい。はい、全然そんなつもりもないと思います。え？そのつもりはないと思います、彼は。え、本当ですか？結婚願望。まあ、ただ、ちょっと仕事が仕事だから、ちょっとその占いのデータの中でもちょっとだいぶ珍しいタイプなので、はい、これで良ければ結婚しようっていうのはあると思いますよ。この生活を、この環境で良ければ、そういう人いるって、で探してると思いますんで。はい、まあ、でもこの年末、とりあえず押し切るみたいな感じで、12月末、1月か。ここはお互い運気いい時なので、うん、ちょっと話してみてください。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも頼むとしまってもらってありがとうございました。ありがとうございます。いや、まいまいさんのリアクション最高ですね。うん、でもね、一回行ったら半年会わないのはすごいですよね。いや、特殊ですよ。うん。それでいいって思えるなら別にいいですよね。うんうん、それがちょっとと思うなら。でも、結婚して数年経ったらもう、帰ってこない方がいいよと思う人たくさんいますから。子育てね、どうなんでしょうね。旦那がいない方がいいなってみんな昔からよく言いますから。結果一番いいかもしれないですよ。じゃあまずは年末のご報告、はい、待ってますね。はい、頑張ってください。まいまいさんでした。井田さん、ちょっとね、ツイッターで気になるものが、はい、ようこさん。はい。相手と相性を占ってほしいけど、相手の誕生日が聞き出せない。ああ、それもある。わかる。それでもね、簡単に聞き出せるんですよ。うん、あの、適当に誕生日言ってください。試しに12月25日誕生日でしたよねって言うと、いや違う違う、あれいつでしたって言うと、何月何日だからっていう、あーそっかそっか、なんで間違えたんだろうって言ってごまかせば、もう簡単に生年月日聞き出せます。なるほど。本当に適当に言えば本当大体みんな言います、はいはい、もう気軽に気軽に言えば、ま、だと間違なんか適当に言えばいいんです。わー、ぜひようこさんやってみてくださいね、はい、使ってください。これでもう全ての生年月日聞き出せて勝手に占いますから、はい、今日もいろいろとお話が出てきましたが、はい、井田さんのアドバイス、相手の誕生日を聞き出すには適当な日付を一回言ってみるといい。いや、大事です。また来週からも生活をちょっと上向かせるいいアドバイスが出るはずですので、はい、お願いします。そうですね。